たるんだお尻、なかなか作れない太ももの隙間、全部解決できるエクササイズを紹介していきます。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回はですね、垂れたお尻と太ももの隙間を改善するエクササイズ、バックキックニーアップというのを紹介していきます。それに加えて、さらにもっとやりたいよ、もっと聞かせたいっていう方にですね、おすすめのエクササイズを紹介していきますので、一緒に頑張っていきましょう。前半から飛ばしていきます。で、なかなか変わらないお尻の理由、それは中殿筋と小殿筋の低下によります。基本的に立ったりしゃがんだり、日常的に使う筋肉というのは大殿筋になります。そこに加えて中殿筋と小殿筋がお尻の形を保ってくれるんですけども、実はそこの筋肉っていうのは横に動いたり斜めに動いたりする動きでないと筋肉が使われなくてですね、歩く時にもちろん体が左右に揺れるので少し筋肉使うんですけども、やはりお尻の形を保つほど筋肉が使われないので、そこを鍛えるエクササイズと太ももの隙間を作るために、内転筋鍛える人多いと思うんですが、実はもも裏を鍛えないといけなくて、もも裏を鍛えると丸い足が卵型になってくれて、内ももに寄ってしまう肉が真後ろに戻ってくれるので、太ももの隙間ができやすくなります。その原因を解決したエクササイズを紹介していきますので、一緒に頑張っていきましょう。四つん這いになってスマホを見ながらできるメニューです。いきます。スマホは顔の下に置いてもらってやっていきます。まずやり方としては、四つん這いの状態から膝を曲げます。できるだけ曲げます。こっから高く上にキック、この足をしっかり曲げる。そしたらこのままお腹の下まで持っていく。お腹の下からまた外に出す、斜め上にキックっていうことを繰り返していきます。これで使われるのはお尻、もも裏、そして腹筋が使われます。腹筋が弱いとどうしても反り腰になってしまって、お尻出した姿勢になってお尻の力が抜けてどんどん低下していきます。なので反り腰を改善するっていう意味も兼ねて、キックした足を中に持ってきて腹筋を使います。これをまず片足ずつ30秒行っていきます。息は吐きながらここまで帰ってきて、吸ってまた吐きながら動きます。足を抱えた時にしっかり息吐き切る感じです。これを30秒やっていきます。スマホ見ながらやってください。いきましょう。キック、抱える、中持ってくる、出す、こういう感じです。呼吸がね、難しい方は意識せずにいいです。とにかくお腹を締めて斜め上にキック、こういう感じです。あと少し。 OK、 反対も同じようにやっていきます。スタート。叩くキック、手が疲れる方はね、肘ついてもいいです。足をしっかり抱えて高く伸ばす、曲げる、真下、少し肘は曲がってもいいです。こんな感じで、きついですよね。 OK、 今度は今の足を真横に持ってきて上下です。これでお尻を使っていきます。いきましょう。真横で上下、これぐらいのペース、できるだけ大きく動いて、体重はできるだけ上げてる足の右手側に体重乗せてください。あー、きつい、中殿筋が痛い。少しで、これでね、お尻の形が作れます。あー、ケツが痛い、ケツが割れる。ゴー、 OK、 かーかー、ケツが痛い。さあ、反対、頑張っていきましょう。スタート。あー、すでにケツが痛い。皆さんどうですか、お尻が痛いですか。あ、
足がね、あんま上がらない人、これくらいでもいいです。もしくは止めるだけでもいいです。やばい、これではケツが割れて、割れてるか、ケツが割れてるか、ダーン、痛い。今度はですね、お尻がね、もう痛いと思いますが、もうちょっとやっていきましょう。後ろに足を伸ばして、横、後ろっていう風に動かしていきます。頑張りましょう。結構ね、辛いと思いますが、足がね、体と水平ぐらいの位置、さっきのね、僕よりはちょっとこっちの方がね楽ですよね。なのでね、追い込めれると思います。しっかりね、真横まで持ってきたらくびれができます。OK、 反対も一緒です。スタート。真横から真後ろ。きつい。もしね、肘とか手首が辛かったらこうでもいいです。ちょっとやりにくくなるけど、もしね、グーとかでもいいです。手首が痛かったら、ケツが痛い。みんなどうですか。痛くなってきたと思います。これで一番初めの種目に帰ってゴールです。あと少し、一番初めの種目です。いきましょう。キックから戻す、中に持ってくる。これがね、2種目目で、2セット目でね、最後の締めになります。しっかりお腹もね使ってください。腹筋使ってください。きつい。これもも裏もね使えるんでね、すごくおすすめ。 OK、 ラストキックから中に持ってきて、あと少し。きついですね。頑張って。痛い。しっかりお腹引っ込めて、あと少し。お疲れでした。いや、今回のこの動画1本で太もも痩せとね、ヒップアップができますんで、ぜひ動画を見ながら何度もやってください。でね、今3種目やって、1種目目と同じやつを最後に4種目目としてやったんですが、どの種目がね辛かったよとかね、お尻どの辺に効いたよとか、お尻効かなかったよとかね、よかったらコメントで教えてください。今後の動画作成に参考にさせてもらいます。最後まで頑張ったよって方はですね、よかったらグッドボタンとコメントで教えてください。これからも皆さんにね、有益な情報を流していきますんで、こんなエクササイズあったのとかね、このエクササイズめっちゃ効くとかね、そういったねエクササイズが分かってきますんで、これからも動画を見ながら参考にしてください。各種 SNS も行ってますので、説明欄からよかったらリンクのフォローもしておいてください。また違う形で配信していたり、 YouTube で見逃した動画とかもね、他の投稿で気づけると思いますので、よかったら各種 SNS も登録よろしくお願いいたします。今回もご視聴ありがとうございました。